全然水の抵抗がない。絡まってるのかな。あ、来た来た。潜らない。強く引けばいいのかな。強く引いてみるか。お、強く引いたら少しだけ潜ったけど浮いてきちゃうな。ポッパーみたいになっちゃった。あだ。ひっくり返って、あ、ひっくり返らないか。これゆっくり引いた方がいいのかな。結構水を押すな。ゆっくり巻くと、ゆっくり巻くと曲がった I 字形だね。後ろのが押してるのかな。夏だな、やっぱり。フローティングって書いてあるけど、だんだん沈んでいきます。あ、やべ、これやべ。一番後ろがシンキングだったかもしれない。間違えちゃった、つなぐの。まあいいや。重いから飛距離は出るね。抵抗が全然ない。
もう一回やってみるか。ちょっと早く巻いてみればどうかな。早く巻いた方が動きがいいね。意外です。早く巻いた方が夏場だな。やっぱり蛇とカエル、モエビーと100円ショップのフロッグです。モエビーは沈む。ここの線をもっと長くした方がいいと思うんだけど、絡むんじゃねえかなと思って、短い方が絡むのかな。よいしょ。当たった。マジか。当たったよ。またなんか当たった。あれ浮かねえじゃん。沈んでたのか。あ、浮いてるな。やっぱさっきの当たりだな。寒くてナイロンラインだからくるくる糸が回っちゃうな。三角巻き、さっきただ巻きだったな。スローリトリーブの方がいいのか。
ダメだ、絡まってる。絡まっちゃった。フックは大きいのに変えたんだけど、これがまずかったかな。とりあえずフロッグは浮いてるな。大したもんだな。距離が出る。そうか、引くとエビのリップで潜っていっちゃうのか。相当スローリトリーブでないとカエルは潜っていっちゃうんだな。来年の春以降ですね。重りとフローティングミノ、本当はここにスナップつけたんじゃダメだよね。この真ん中のフックの位置にスナップつけたいんだけど、底を引きながらこのミノーが底のちょっと上を泳いでくれるっていうイメージなんですけど、これ絶対絡むやつだよな。どうかな。重りの方が絶対先飛んでいくもんね。うわ、そこに当たってる、そこに当たってる。根がかりしちゃうかな。あれ、さっきの当たりか。あ、違うな。あれ、水平保ってるんだ。なんでだろう。重りをつけたからかな。板重りがついてます。これのせいで水平を、あ、水中で水平を保ってくれてる。
恋かな、バスじゃない、恋かな、ヘラじゃない、バスかな、マスじゃない、マスかな、ハヤじゃない、まだ水草があるんだな。これも夏かな、今かな、今でしょう。今でしょう。あそこワイヤーがあるのかな。ああ、もう根がかりだ。やべ。